ドリフトの定番車高ターン、いかに低くかっこよく見せるかに車好きたちは四苦八苦してきた。しかしその常識を覆そうというやつらが現れた。 D1 チャンプ直伝、車高タカのすすめ、最新ドリフトチューン車高タカコーナー。イエーイ。って何、待ってましたよこの企画。待ってた待ってたもうね、やっぱり今時のドリシャ、やっぱりね毎年毎年進化してるんですよ、やっぱり最先端はこれやっていうのはね、自分の中であるんで、やっぱ車高高い方が今はいいんですよ。やっぱり何でいいの、車高高いすると、まあ根本的にはまず切れ角を増やしたい、っていうのが第一にあったんですけど、でも切れ角だけじゃやっぱり速く走れない、だからそれを両立するために切れる、上げる、トラクションっていうような感じの図式が生まれたんです。切れるってところは別に車高が低くても可能なんですか。まあやろうと思えば、あのボディ加工は大変になるんですけど、切る分に関しては低くてもできます。で、トラクションはなんとなくリアを下げればいいんじゃないの的なところは、単純に下げるだけのバランスの問題ではなくて、元のある水平の状態からリアを沈める、フロントを持ち上げるっていう前後方向のあの動き、ピッチングの動きを車高を上げることによってやりやすくなってるんですよ。だから積極的にそれを使って持ってるタイヤのグリップ力をフルに活かそうっていう、そういう考えですね。そういえばさ、はい、15年ぐらい前にやったよね、2人で車高タンコーナー。あの若かった時ね昔川端はとにかく低くじゃなかったっけ。まあその当時はそれが最高にかっこいいと思ってましたけど、リムとフェンダーがどうのこうのとか、そうそう、その隙間がなくて、タイヤとフェンダーの隙間がなければないほど髪が一枚入るような、あれがかっこいいと思ってましたよね。ところが今は隙間があればあるほどかっこいいもう車高調のあのバネが見えるあの感じがいいですよね。その川端の思いを共感する人が今日はいます。あの少ない友達がここに揃ってます。 180S14S15 といろんな車に集まってもらいました。彼らは僕と一緒で究極のドリフトを目指します。なるほど、はい、車高タカトップバッターは川端 S13。 今回のラインナップで一番過激な仕様だ。さあ、昔の車高タンの時とどれぐらい違いますね。今はフェンダーとタイヤ拳1個、この時代ですよね。車高も高いけどはみ出しも半端ないね。もう収めるつもりはありませんどうしてこうなった、何を求めてこうなった。やっぱりホームコースが名阪になるんですよ。名阪はやっぱりみんな角度つくんですよね、でちょっとそこに乗り遅れてる感があったんで、まず角度をつけたいと、俺もあのケツ進入を普通にやりたいと、っていうので切れ角を増やそうといろいろやってたんですよ、だんだん切れ角を増やしていくと、やっぱアームに当たってくるので、でそれをかわすためにのためにはタイヤを外に出すと、出す、でスペーサーでこうトレッド幅を広げていくと乗りづらくなるんじゃないかってみんな、なんとなくタイヤ出すと普通こう切れるハンドルがちょっとこういう風になる、こうなる、それはどうなの。やってみないと分かんないなと思って、で実際やってみた、そしたら意外と乗れる。ブレーキちっちゃない、これ気づいちゃいました。ロアームに当たるんですよ、切れ角を増やすと。キャリパーがロアームに当たるんですよ、まあ車高低いとかわすんですけど、車高上げていくとちょうど位置関係的にロアームに近くなるんですよ。あ、そうなんだ。聞いたことないなと思ったら、車高高いからそう高いからの不具合。そうです。だから車高を立てることによってキャスターは立つ、はい、だから車高変化は少ないし、少ないし切れるしいいことだらけ。あとのポイントとしてはフルカウンター時の逆関節になりにくいんですよね。ラックの位置に対してシルビアでキャスターをつけるのって、あの結構テンションロッドで伸ばす方向にあるんで、そうするとロアームが下がるんですよね。そうすると逆関になりにくいんですよね。だからそれを嫌ってラックを前に出す加工があるんですよね、それも結構流行ってるんですけど、それを前にやることによって、アッカーマンがかなりこう追い越す方向に、イン方向に変わってくるんで、初めからこうちょっと追い越すような感じで揃っちゃうと、やっぱりフロントの設置が一瞬消えるんですよ。いつ消えるのそれは。ハンドル切って
切り込んだ時とか、じゃあ横向ける前前とか、うん、その初めのきっかけの打が効かないというか、うんうん、で角度をつけたいからって言って最後のところで帳尻を合わすっていうパターンが多いんですけど、うんうんうん、そうするとフルカウンターでしか乗れない車になっちゃうんですよ、うんうん、そうじゃなくてもう浅い角度でも乗れるし、どの角度でも使えるように、うん、ちゃんとこうセルフステアが効いて、うん、車としての動きがおかしくない、うん、ように作るっていうのがまあ最大のポイントですかね。でそれはどうやったらなるの？多分この DVD が発売される頃に、うん、自分のまあオリジナルパーツとかを販売しようと思っているので、うん、宣伝ぜひ皆さんよかったら買ってみてください、はい、キャンバーをつけたい理由は角度をつけていった時に転がりがいいと、うん、カウンター切った側の設置が結構面で当たるんで、うん、すごい今過剰キャンバーが切っていくとペタッとこう、はい、そうですね、ペタッとつくようにってこと、はい、いいところに来ます、うんうん、まあ、あとは乗り味ですよね、セルフの加減とか、そういったのを含めて、まあ、今現状はこの感じになってます。そして、はい、後ろこんな出てるのはフロントだけ出して後ろが、トレッドが引っ込んでると、うん、やっぱり初期のダーの時に、うん、リアが出やすくなっちゃうんですよ、うん、その動き的に。いいじゃん。いや、そうすると速く走れないです。なるほど、うん、イージーだけど速さがない。そう、じゃあ別にこっちは引っ込んでても走れる。走れます、うん、これ何度ぐらい切れるの？まあ60度オーバーですね。60度オーバー、はい、多分ノーマルの足回りの形状でここまで切れてるのは、まあ、見たことないですね。その切れ角に谷口あぜんおかしいよ。この向き見て、これおかしいって。何度とかって測り方は分かんないけど丸見え、内側が。でこれをするために内側のいろいろノウハウが必要ってことですね。はい、そうですね、ノウハウが必要ですね。タイヤハウスが当たるのをまあ処理して当たらないように、うん、この車も叩いて潰しちゃってるんですけど、まあ、これを最大限切った状態をで乗れるのは相当腕がないと。ちょっとオーバースピードで入っていって、かき止める、それぐらいでこのしないとこの角度を持続できないんですよ。かき止める、正月みたいな。では新たなトレンドの走りを見せてもらおう。あそこで谷口さんが見てるんでね、あの谷口さんをビビらせる方向で、まあ、見せつけてやりますよ。一発目は挨拶代わりにアウトギリギリを攻めた川端。予想通りね、すごい走りなんだけど、イカ天で鍛えたこの防御石がマジに走るとこうなる。常にアクセルを入れることでリア荷重にし、なおかつ旋回できる姿勢を作る。これが新たなトレンドの走りだ。決まったね。すごいね。 D1 とはちょっと違う辺に行ってると思うんだけど、でもやっぱこれはねすごいね。続いて180を持ち込んだ村上、まだまだ試行錯誤の最中だとか。この車っていうか、はい、村上君のこのこだわりみたいなのは、これはどれぐらい出してあるの？この車は型が70ミリずつぐらいです。70ミリずつ、はい、スペーサーで出さずに、うん、車幅をナックルで出してます。
サスペンションこれナックルのね、はい、キングピンとかそこら辺の位置は変わってないんだけど、はいはい、そこからホイールがつく位置が変わってるってこと、はい、そうですね。アッカーマンはどういう状態、はい、フルカウンターで揃う、はい、なるべく一緒になるようにしてます。ステアリングラックの位置とかは動かしてない、は動かしてます。動かしてる、はい、前に寄せてる。足は何がついてるんですか、村上オリジナル。そうです、今この車高はもう完成形、いやまだ途中です、手探り中、はい、まだまだ上げる可能性はある。そうですよね、まだなんか負けてる感がちょっと、ちょっと待って待って、何負けてる感って何車高が低いってこと、これが今なんか低く見えちゃったんで、やばい、なんか最近ちょっとおかしいよこれ、低い方が恥ずかしいみたいになってきてる、ちょっと恥ずかしいですねもうとはいうものの切れ角はかなりのもの。おお、いやこれも切れてるよ、切れてる切れてる、いやーすごいね、これ普通に見たらすごい切れてるんだけど、俺の物差しがちょっとおかしくなってきてる、なんか今日セッティング途中だけに走りもまだまだ未完成だが、進入でのパッキン感は十分。カウンターになった後に少し探るような動きがあるが、これでは踏み切れない。しかしポテンシャルは感じさせる。おそらくね、あれを川端に喋らせるとフロントが走ってないねって言うと思うんですよね。少しフルカウンターのところでフロントがもうちょっと走ってくれたらもっと踏めるんだろうけど、ちょっとこう転がらなくてスピンしやすいのか踏めないのかって感じに言うんじゃないかな俺のコメントが合ってるかどうか分かんないけど